そこで気づくんでね自分がパンダだっていうのに気づいたらもうパンダでいることに安心してあの自然に過ごしていけるでそうすると周りの人を癒していくんですねそのパンダの姿は。 皆さんこんこにちは今日もよろししくお願いいいたまますすありがとうございます、えー、今日はですね、あのー、以前ライブ配信とかでもねご案内したことあるんですけどあの横田南玲芸家の「パンダはどこにいる?」っていうね絵本をちょっと紹介して飽和してみたいいと思います、えー、これあのお坊さんが絵本作るってなかなかないことだと思うんですけど横田芸家が物語も全て考えられてあの絵はねあのお寺の奥様ですかね。 横山由加さんという、ね、愛知県の方ですけれどもこれも明神寺派の東光寺の副住職の奥様ですねであの絵を描かれて、まあ、すごく可愛らしい絵なんですけれどもこの「パンダはどこにいる?」というのをもうこの帯にも書いてますけどね横田芸佳はあの自分の存在の素晴らしさに気づくことを、まあ、子どもたちとか、まあ、これ大人が読んでもねすごく深いので。 皆さん呼んんででいたただけけらと思うんですけれどもでどういう物語か簡単にちょっとお伝えしますと、まあ、パンダがですねパンダを見る列にそれでね周りの人に「いやいや君パンダやん」言うてね「<laughs> あのパンダ並ぶ必要ないよ」って言われて列を追い出されてしまうというでしょぼんとしてしまうんですけどそこからパンダはパンダって何なのかっていうのを図書館で調べたりとかパンダになるための修行を始めるんですね。 笹を食べてみたりとかね、目をこう黒く塗ってみたりとか、いろんなことするです。で、なんか、あくせく、あくせく、こうやっているんですけども、ある日突然、この。道端で転んでしまって、水、水たまりハマってしまうんですね。で、そうすると、水たまりに。自分と同じ。動きをするパンダの姿があって。そこで気づくんです。あ。自分はパンダだったんだと。これで、ね、自分がパンダだっていうのに。気づいたら。もう。パンダでいることに安心して。 あの自然に過ごしていけるでそうすると周りの人を癒していくんですねそのパンダの姿は。でこれはあのまさにこう例えていまして我々はあの「成仏」っていってね仏になるための修行をするわけですよ仏,仏道っていうのは。成仏、仏になるでも仏性は皆ここに宿しているっていう言葉があるように本来皆仏なんです。 自分が仏だと思ってませんでしょう皆さんおそらくいや自分はもう煩悩だらけだから仏なんて仏様なんてとても言えませんって私も思いますけれどもでも仏なんですだから我々はこう拝んでねお祈りしてますけれども仏様に対して拝んでるけれどもそれはあたかもパンダを見るために並んでるパンダのようなものなんですね自分も仏なんですもんねでもこれはあのすごく大事なことを あの私はお伝えしてくださってるのはあの最初から自分が仏だ自分がパンダだって気づけないんですこれが大事なんですよねなのでそこからやっぱスタートするんですパンダになりたいあるいは仏になりたいというこれ思うことをこれ発信「発母大神うです悟りに向かうための心を起こすことです」でお大師様おっしゃってます。 到達しているつまり仏になろうとその心を起こした時点でもう仏になっているっていうね、まあ、そういうような言葉なんですけれども我々はその仏になるためにいろんな真、まあ、言宗であれば修行があるわけです。あのごまをいいたたたりりりとととかかか修修行行ししてみだだろんな修行があるで最終的にどうなるかというとああ自分はもともと仏だったんだということに気づいていくというのがこの仏道の 目指すところなんですね。で、これをですね。あの真言集では曼荼羅で私表現しているんだと思っているんです。曼荼羅って皆さんご存知ですかね。仏様の絵がたくさん描かれてで、真言集では2つの曼荼羅を信仰します。混合会曼荼羅と大蔵曼荼羅っていう曼荼羅が2つあるんですね。で、これはよく知恵と慈悲なんていうふうにも言われます。混合会が知恵を表し。ている 大蔵会が慈悲を表している。これは両輪のごとくね、二つなきゃいけないとね、言われています。あるいはこの混合会が精神的なものを表している。で、大蔵会が物理的な、物質的な世界を表しているなんていうふうにも言われているんですけども、ただもっと分かりやすく言うならば、私は混合会は仏になるための教えなんだと思っているんです。修行ですね、知恵ですからね、知恵の曼荼羅。 修行を重ねてあ自分はまだまだ至らないなということを感じながらねあまだまだ煩悩が多いな悩みが尽きないなということを自覚しながら一歩ずつ歩んでいくそれが混合会の教えです。でその混合会の教えがあのねっ9マスありますよね,ねクエマンダラって言ったりするんですけどこの一つずつ段階を経て最後真ん中にたどり着く大日如来様にたどり着いた時にピーッと光が伸びて 泰蔵会の大日如来中央の曼荼羅に光が注がれる。で、その泰蔵会の曼荼羅が表す世界は何かというと。もともと仏であるという世界なんです。これが両方が大事でして。あ、最初から自分は仏なんだ。そう思って何もしない。これは仏にならないですね。やっぱり。あ、自分はまだまだ至らないという思いの中で。修行を重ねていって。えー。 精進を重ねていったところに自分が仏だという本当の気づきが現れるんだと思うんですだから両方が大事だでも我々はこういう教えをもういただいてますから自分は本当は仏なんだっていう思いでいていいと思うんですそれが大きな安心感につながると思うんですよねここに書いてあるように自分の存在の素晴らしさにまず気づくことでも仏なんだけれども 仏とは思えないような煩悩に苛まれたり悩みに苛まれるじゃないですかだから本当は仏なのに仏じゃないような苦しみにあって悪せくしてしまうそれも大事なんだということです私あの大好きなベテルの家の言葉で、えー、安心して絶望できる人生っていう言葉があるんですね安心して絶望できるってなんかものすごい矛盾じゃないかって思うんですけれどもこれ すごく言い表してる「安心して」っていうのはあ本来仏なんだという安心感の中をも、ね、包まれながらもでも日々は、まあ、絶望まではいかないかもしれないけどもその日々の苦しみに悩みに向き合いながらあの一生懸命生きていってるだから自分が仏なんだって思えるっていうことはあのそれだけ、えー、停滞せずにですね 精進を重ねられるっていうことでもあるんじゃないかなというようなことを思ってます。そしてもう一つね、あの大事なこと、この悟りってありますね。仏になるというのが悟りということにしましょう。そうすると悟りっていうのは試験がないんですよ。ね、あの私もあの学生時代勉強があんまり得意じゃなかったので、テストっていうのはすごく嫌でしたけれどもね。テストっていうのはでもある意味ありがたいことだなと思います。ななぜならば 自分がどこまでできているかをですね。あの先生たちが、あの判別してくれるわけじゃないですか。時間を割いて、ね、テストを受けて、そのテストを見てくれることによって。あ、君はここが分かってないよ。えー、ここがまだ足りないんだよということを丁寧に知らしめてくれるのが、あのテストですよね。でも、あの、それは学生の時で終わりで。あの社会に出たらですね。テストないでしょ、皆さん。 何が正解かわからない人生を歩んでるじゃないですかこれも悟りも一緒で悟りに正解というかテストはないんですよ試験はないどうするかじゃあ誰がその試験官なのかってことですよねそれは自分自身なんです自分自身自分の人生の審査をするのは自分自身ですねテストのように先生に預けることできません 自分がこの自分の人生を審査していくんですあ自分は自分の人生どうかなって、うん、自分は仏として歩めてるかなっていうそれを分かるのはあの以前お話した柳尚慎吾大矢砂利の自分を見つめる修行の境地にも似てるなと思うんですけれどもまさに自分自身が審査をしていく。だから悟りには試験がないんだそれをちょっと覚えといていただけたら。 ありがたなと思いますだから私は思うんですけれどもあ悟りっていうのは、まあ、多分一生得られないものなのかもなと思うんですね。もしかしたらその都度その都度で悟りはあるのかもしれないだけれどもあ悟ったって思った瞬間それ悟りじゃないと思うんです多分。だからずっと続いていくんじゃないですかね。そ、う、そ、ん、その都度その都都度度何か気づきははあるんでですけれれどもでもそれは 全部現在進行形で、人生は諸行無常ですから、ずっと移ろいでいく。固定した自分でいられないわけですから、ずっと死ぬまで、精進を重ねていくっていうことが。生きがいになれば、これはあの仏道そのものだなと思います。あの佐々木静香先生がおっしゃったんです。仏教というのは、生きがいをなくした人に寄り添える宗教だって言ってました。我々は何か生きがいを。 持った時それが失われるとあもう生きている意味がないなんてことを思ってしまいますよねでも仏教はどういうことかというと生きていることそのものを生きがいにしていく教えなんです夜寝て朝起きて食事をして、えー、仕事をしてね人と会話をしてその一つ一つが修行なんですねでそれに答えがないからずっと自分を高める改良していくために 人生ずっと続いていくということなのかなというふうに思っております。えー、まあそう考えるとですね、あの本当に地道な道のりなんですけれども、でもこれほど着実な道のりはないなと思います。何か花々しい栄華を求めるよりも、あ日日のこの生活が大事なんだなね、生活こそが生きがいになる生き方なんだなって思ってもらえると。 な何もかも何か生きがいを失った人もまたそれは道が残されているっていう風にねあの思えるんじゃないかなという風に思っておりますはい、えー、仏であることの気づきで仏になるための努力この2つを持って仏道を歩んでいきたいなという話でございました、えー、今日もご視聴いただきありがとうございましたでは最後にねご法号三遍お唱えしてお勤め終わりたいと思います。 師むだ金剛南無大師うこ金剛ありがとうございました。